消費 TV サブチャンネル豪華プレゼント企画、サブチャンの方の登録者が1000人達成したらあるものをプレゼントしようかなと思います。はい、そちらのグローブがバヨーこちらです。あ、光ってる、やばい、ピカピカ。今チャンネル、サブチャンのチャンネル登録、もちろんですで、そちらのサブちゃんが1000人を超えたら、こちらのグローブをプレゼントというふうにさせていただこうかなと思います。はい、で、こちらのグローブもね、まあ、コメントして、サブちゃんの方にももちろん、コメントしてもらって、はい、その中でね、コメントしてくれた方からプレゼントさせていただこうかなと思っております。4月からまた新たに翔平 TV パワーアップしていきますので、皆さん、引き続きメインもサブも、チャンネル登録、コメント、グッドボタン、よろしくお願いします。お願いします。はい、どうも、ありがとうございます。そして、翔一郎です。はい、お願いします。お願いします。はい、翔一郎さん、はい、3本連続かな、はい、順番どうなってるかわからないですけど、SWBC、いや、ありがとうございます。はい、このくだりね、実は2週間前、撮影部でやってるんですけれども、事件が起きまして、はい、その時に変化球動画を撮らせていただいていて、その動画もおじゃになりました。申し訳ないです。いえいえ。なので、今回ね、ちょっと明日 SWBC あるんですよね。そうですね、まあ、活動がちょっとそろそろ出てきちゃうので。そう、撮影の翌日がちょっと試合とか練習とか、まあ、やけ合ってくる。そんな、まあ、多くは投げられないんですけれども、はい、まあ、ちょっとポイントとか、はい、を、聞いていこうかなと、お聞かせいただければなと思います。はい、はい、で、一応投げる変化球がまっすぐと半速球って言ったら、まあ、チェンジアップじゃないか、チェンジオブペース。そんな感じですね。ちょっと緩めのまっすぐ、はい、まっすぐと、スライダー、これも2種類、うん、と、シンカー気味に落ちていくスプリット、スプリン、そうですね、まあ、ダルビッシュ投手を投げていて、僕も受けたことあるんですよ。バトル組ませていただいて、はい、まあその時に、僕は一番遅いストレートが嫌でした。しょっぱなパスりましたもんね。ああ、そうですね。投球練習の時に。あ、やばいこれと思って。で、普段サイン作んないみたいなんですけど、急遽作っていただいて。ああ、そうですね。慣れないと思ったとは。いうような、いや本当にびっくりするような。打席になったらおって感じるように、まっすぐを持っていたりとかするので、今回は、まあ、その中からね、そう、まっすぐスライダーの、はい、っていうのがちょっとね、計5球種。ちょっと困ったなって申し訳ないんですけど、はい、教えていただこうかなと思います。お願いします。はい、お願いします。それではやっていきます。はい、じゃあちょっとアップも今ある程度終わったということで、はい、まずまっすぐの握りをちょっと見せていただこうかなと、はい、はい、お願いします。そうですね、まっすぐは基本的にまあ普通に山にかける感じ、はい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 、こういう感じで、で、まあ、普通のまっすぐこんぐらいで、まあ、遅いまっすぐ気持ち開くかな、まあ、ほぼ同じぐらい、はい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 、でなんか軽く握る感じ。なるほど、ガシッとは握らない。そうです、そうです。で、本当に三振取りたい時とかはつけたりします。あ、球児さんタイプ。あ、そうです、そうです。だからここでまあもう投げる時に手元で3段階分けたりとかしたりします。その状況でさっき2球種言ってたけど3球種。そうですね、まあほぼほぼこっち使わないですけど、コントロール悪いんで、はいはいはい、今日これと遅め緩急つけていくなるほど感じですね。はい、じゃあちょっと数球ずつ投げていただければ、はい、三振取りに行くのは肩が使えるんで。あ、了解です。軽めにいきたいと思います、はい、まず普通のまっすぐ、次、ちょっと遅めというか、はい、チェンジオブペース、まあ、そういう言い方がいいですね。遅めのチェンジオブペース、はい、遅めの、これが急に来るとうってなるんですよ。そうです、分かってたら多分内頃だと思うんですけど、このキャッチャーがサイン出してる段階とかピッチャーが投げる寸前とかでそれをやるとバッターは困惑するっていう、キャッチャー心理が入ったピッチングですね。はいはい、もう一回遅いの。こんぐらいができるんです、うんうん、ちょっとなんかナチュラルスライダーするぐらい、はい、投げる。もう一回遅いの。あ、今の感じ最高っすよね。ナチュラルスライダーがかかってるぐらい。
丁寧にいっちゃうと打たれちゃうんで、はいはい、ちょっとナチュラルサイドしかない。で、これラスト遅いの。ありがとうございます。じゃあ次はスライダーをちょっと。そうです、ね。これも2種類ですもんね。そうですね。まあスライダーの握り方はあんま変えてないです。こうですか。この山に対して下と上。まあ岸投手のカーブ。ああそうですね。そう投げる位置によってまあカーブもスライダーになってするんで、僕は若干スリーク気味なんで、はいはい、そのここら辺からここ投げるとスライダーになる。で横ひねり。ああそうです、ね。まああんま意識しないですけど、はい、まあなんか親指押さえるぐらいの、はい、でこっちで中指でかける感じ。切るっていうよりかはひねるに近い。そうひねるに近いですか。僕のスライダー投げ方と一緒だなっていうような話もしたような気がああありましたね。まあ2つ分けてっていうのが、まあ、カウント取るのと三振取りに行く。はいはい。カウント取りに行くのは僕の場合曲がり幅が大きいんで右バッター当たるぐらいに気持ち投げます、うん。そうするとちょうど真ん中に行く、はい。意外とバッターってボールからストライクって手出たりしないんで、最初のカウント取るときにそこ内側インコースを使います。で追い込んでるときはこっち、はいはい、真ん中からボールを低めに消える感じ。これも三振取る、はい、イメージのスライダーって感じですかね。それで2球種。そうです、それで2球種で、まあ、気持ちスピード上げたりします。三振取る。そうです。まあ、そこで言うのであれば遅いのと速い、この軽く投げてタイミングずらすスライダーと三振取りに行く速い、ストレートほぼ変わらないので、はい、っていうので、まあ、2球種、2球種の中でもちょっといろいろバッターみたいな感じですね。なるほど、はい。握りはどっちも一緒ですね。一緒でカーブみたいな。そうです、そうです。だ遅いのは抜ける感じです。あーボールが抜けちゃったって感覚で投げる。なるほど、なるほど。で、速いのはかけるんです、うん、しっかりかけるイメージで投げます。なるほど、はい。じゃあまず遅い方から。じゃあ遅い方からお願いします。あ、おい、あ、おい、まあ、ちょっと一回浮きます、ね。ああ、そうです。これは浮きます。なんか、あ、寝てそうと思わせるぐらいですね。はいはい。でも曲がり幅が大きいから。そう。で、打ち損じてる。スライダー。おい。あ、今でいいです。スライダー。おい。じゃあちょっと次三振取りに行くやつ。そうですね、高速サイド。やば、外スライド。うわやば、このままですね。これが低めに制御だ。やばいやばいやばい、こんな感じです。えぐっ。なんか本当に高速スライダーみたいな。ああそうそうそう、バッターの心理で速いまっすぐ来そうだなってツーストライクカウントで思わせてあのスライダー投げるとバット出ちゃう。あ速いの来たと思ったらスライダーだった。はいはい。まあ心理は当てられても心理は取れられない。ああそうそうそう、先になっちゃうっていう、そういう感じ。おいおい、じゃあ次はダル様の。ダル様、直伝って勝手に見た。まあ僕スプリームって呼んでるんですけど、まあ進化に似てるんですかね。ここ広めに握る進化って言ったら、うん、そうですね。ここのなんかカーブにかける。はい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 。あれです。普通に抜くだけですか。で、まあ気持ち進化気味にかけたいんで、ちょっとシュート回転気味に抜くみたいな。だから人差し指に気持ち力入れる。はいはいはい。まあ本当気持ちでいいです。投げるときにここにちょっとかかってるな、人差し指にかかってるな。なるほどなるほど。で投げる。だ基本的にあんま腕の振りは変えないイメージですね。で抜く系のボールって手首をロックして投げることあると思うんですけど、はいはい、それはあんまり意識しない。あんま意識しないです。まあ勝手にここ引っかかってるイメージしたら立ってます。なるほどなるほど。だから手首を立てるってイメージじゃなくて、ここにあ引っかかってるなぐらい。じゃあちょっとそれも数球お願いします。はい、いきます。すごい余談なんですけど、ヒロトの構え方変わったの分かりました？いや確かに前あの亡くなった動画の時より構えるのが安定感でしょ。だからここに投げていいんだろうなって思う。ありがとうございます。本当に申し訳ないです。いやいやいや。
ばいな。最悪これは抜けてもいいやぐらい。うん、まあ、目線変わりますからね。そうそうです。スライダーがあるんで、うん、こっちに投げる球っていうのがこれになってくるんで、はいはい、まあ、打ち刺される感じになるんで、抜けてもいいぐらいにはいいです。実は2段階できるんだけど、まだちょっと制御できないんですけど、はい、ちょっとツッてやったら、まあ、なんだろう、ツーシーム的な感じになったりするんで、はいはいはい、まあ、これでも僕は OK と思います。いや、めちゃくちゃ良かったですよ、今の。でも今のでもいいですよ。そうですね、ちょっと、なんなら高速進化みたいな。ああ、そうです。じゃあラスト、あ、やばい、うん、今のはやばい。これ、ここに行きますから、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ということでね、ケイ、なんか結局6球種になっちゃいました。まあ、なんか結構増えちゃったね。ヒロトにキャッチングやってもらってたんだけど、ヒロト、どうだった、受けてみて。そうっす、遅いスライダーと、速いスライダーあるじゃないですか。あれで、緩急つけるのめちゃくちゃいいんですよ。で、スプリーも遅いですよ、うん、結構リード組み立てしやすいなと思います。そう、やっぱりね、キャッチャーをやってるから、キャッチャーが欲しい変化球が分かる。分かる、すごいな。そうですね、僕自身やっぱり、緩急つけたり、ヒロトもやってくれてるんですけど、カーブで、はいはい、ナックルカーブみたいなのと遅いカーブ、はいはい、っていうのを投げ分けてくれてるのを、それをストレートから、ストレート、スライダー、スプリング三球種で、はい、そう引けるのはキャッチャーとしては多分めちゃくちゃありがたいです。でもプロスピで言ったらストレートチェンジアップとチェンジアップベースと、ね、スライダー、カットみたいなやつ、うん、で、スプリングと高速進化シュート、うん、全部同じ方向にあるからリアタイめちゃくちゃ良いです。あの使い勝手がいい、うん、っていうわけで、あのただ本当に握り一緒で、投げ方も一緒で、腕の振りを変えるだけで一球種増えるっていうのも、まあ、皆さんあのここで分かっていただければなというのもありますし、でこの握りいろいろ今、説明させていただいたので、皆さんもぜひ試してみて投げれたら、ね、もしかしたら落ち方違うかもしれないですけど、ね、それもそれで自分の変化球とかあるので、ぜひ試していただければなと思います。はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで SWBC 頑張ってください。頑張ります。はい、はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。はい、というわけで皆さんにキャンペーンのお知らせがあります。 ST ゴルフ&ベースボールさん、こちらですね、5月からキャンペーンを開始します。はい、以前ね、走れ大井チャンネルさんの方で野球ができるこのスペースを料金がね、すごい安くなるというキャンペーンをしてました。前回は走れ大井チャンネルを見たと言って電話予約か LINE 予約をして、お値段が1時間こちらの利用料3500円のところ2000円になって、3時間利用すると1万円のところ5000円になるっていうキャンペーンをしていたそうなんですけど、今回5月からですね、走れ大井チャンネルと翔平 TV で合同でね、同時にキャンペーンをやりますので、もし使いたい方いましたら予約の際に翔平 TV を見た、もしくは走れ大井チャンネルを見たと言って予約してもらって、1時間3500円のところ2000円で利用してもらって、3時間であれば5000円で利用してもらって、これから暑くなります、野球する時期なんでベランダが取れないっていう場合もあります。そういう時に、まあ、こういうところで、まあ、練習できたりとか、仲間たちが集まって練習するといいのかなと思います。1時間2000円であれば3人で、まあ、1人600円とか、まあ、4人くれば500円とかかな。3時間であればね、まあ、5000円なんで、本当安く1人分安く済むと思うので、本当こういう機会なんで。でこちらですね、あの野球のネットもあります、あの TO のネットもありますし、キャッチャー道具もあります。で簡易的なマウンドもありますし、まあ、そういうのはあの僕と走れ大井チャンネルの方で寄付をさせてもらって、まあ、使えるようにしてあるので、ぜひともね、あとはまあボールとかそういうのはちょっと持参していただいて、ボール、バット、ヘルメットなどは持参をしてもらうんですけども、はい、あと L 字ネットもありますので、はい、バッティング練習もガンガンできると思いますので、ぜひともご利用ください。という感じで、以上、キャンペーンのお知らせでした。ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。
翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。